はい、もし LG のリフジュレーターのエラーが発生した場合、要するにファンの後ろのあれが凍ってしまった場合ですね、こういうふうにドアを外した後にここじゃダメですよ。このクリップ見えますか？このクリップを3つ開けてもらえて、これで引き出します。そしてこの下から風を当てないと溶けないですね。だからこの下にヘアドライヤーを当てるか何かして、ここから当ててください。ここに当てますとなかなか時間もかかるし、ここ少し開けますから、そうするとこの下にコイルが見えます。見えるかな？そこから風を送ってください。